困難救助隊の初代隊長の黒田武尊です。困難救助隊は結婚したいのに、結婚できない、そういう人たちがいるということは、とても社会的に変だということを思ってほしいということですね。それで、語ってますけどね、まあ、それがテーマですけど、まあ、まあ一言で言えばそういうことなんですよね。結婚したいのに結婚できずに、まあ、孤独死なんて言葉もありますけど、そういう障害の人がいるわけです。それはこの有性生殖ですか、こう生物としてね、生き物としてこの、子孫をねこう代々こう先祖からこうやってこうね、存続していくっていうことで、まあ、一人の個人が、まあ、今個人主義の時代に、人類はしてしまいましたけども、この個人主義っていうのは、まあ、ある意味、エゴイズムとも言いますからね、表裏ですからね、それが、良し悪し どう部分的になるかっていうことであって、まあ、エゴイズムっていうのはやっぱりこうね、嫁姑問題にしてやってね、義理のね、母親とかね、あと周囲の人ね、ご結婚された相手のね、相手含める親族の方とかとこううまくやってる人たちがいるっていうのに、何でしょうね、こう恨みでしょうかね、そういうあのうまくいかなかった人たちがこう何ですかね、そう、恨みでですね、おそらく嫁姑問題とかね、そういった問題をこうこじらせたりね、してしまったんじゃないですかね。それを面白おかしく滑稽に見せたのが橋田壽賀子先生、お亡くなりになりましたけどね、しぶとかったですけど、橋田壽賀子先生大好きでしたけどね、私ね、江頭ね2時40分にこう犯罪行為をされてましたけどね、江頭2時40分はなんだかんだでこうね、なんだかんだですけどね、まあ前科もないんでしょうけどね、まあ、今あれですね、今日は雨なんですよ。それで、非常にこの窓も開けられずですね、まあ日向ぼっこもできないんですけども、まあ一昨日ですか、一昨日か3日くらいですね、本当にまだ4月のね半ばだっちゅうのに、もう6月かなっていうくらいのね、すごい暑い、急に暑くなっちゃってね、で湿度も高い感じがしたんですけど、今日なんかはもうそれから10度くらい下がりまして、まあちょっと肌寒くてですね、この一つか二つ前なんかね、こう上着も脱いでですね、まあすっぱだかにはなりませんでしたけど、まあ、これすっぱだかになったらこれね、非常に、視聴カウントは上がるでしょうけど、その後逮捕でしょうからね、これしばらく休みか永遠に休みになっちゃいますでしょうから、まあ永遠に休みにはなんないかな、だからってやりませんけどね、ね、だから異常ですよね、アダルトビデオにしたってこのすっぱだかでね、まあ、モザイクとかね、出しながらもね、映して見せて金が欲しいんでしょうけどね、金ね、なしでボランティアでやってるわけじゃないでしょうからね、まあ、ストリーキングとかね、なんかね、いろんな、まあ、昔から今にかける言葉が続きますけどね、なんかこう、すっぱだかで歩っちゃってね、あとね、こう、子供に見せたがるとかね、いろんな変態がね、いるんですけども、ある意味こうね、そういう風俗嬢になっちゃう人とか、そう、まあ風俗店経営者がね、騙したりで、それにまだ乗っちゃう人とかね、まあよく言いますけど、本当にね、ものちょっと以前読んだことがある大学がね、駆け足の早いね、青山学院大学ってあるんですけど、何ですかね、今何時、そうね、大体ね、今何時でしょうって感じですけど、青山学院大学っていうところに入った女子大学生が、
学費だとかね、そういうのを稼ぎたいとか言ったんですけど、本当はね、なんかブランドバッグとか服とかね、どうでもいいものが欲しかったんじゃないかっては思うんですけども、どうでもよくはないんですけどね、服は着ないとやっぱりこれ素っ裸だと私逮捕されちゃいますから。だけどね、その青山学院大学のね、青山学院大学は私がこんなこと言っても学長も理事長も、なんでしょうね、院長も分かんないですけど、園長もね、怒りも何もしませんから、もう青山学院大学に関しては何言ったっていいです。で、青山学院大学の学生さんとか、関係ない先生たちとか、の悪口は言いませんから、青山学院大学の女子大生で、ソープランドとかね、デリヘルとかね、デリバリーヘルスとかね、ピンクサロンとかね、何でしたっけ、ノーパンしゃぶしゃぶとか、ノーパン喫茶とかやってる女ですね。まあ、現役 OB、いろいろですね。まあ、政治家の蓮舫がね、私と同い年なんですけど、ね、男の人をね、産んでね、育てて、だけど、旦那さんと離婚しちゃった時代でおかしいですよね。そんで、息子がね、なんか、自民党の関連に入っちゃったみたいでね、もう、支離滅裂ですね。なんか、蓮舫もね、若い頃ね、なんですか、こう、水着になってね、こう、真っ黒な水に来たような頃は良かったんですけどね、まあね、やっぱちょっと歯が出っ歯ですよね、蓮舫ね、髪の毛がショートカットですよね。でショートカットでね、すごく美人になる人もいるんですけど、蓮舫はね、まあ、蓮舫は政治家ですからこのぐらいやったっていいんですけど、でも青山学院大学とか足速いですからね、すごいですからね、箱根駅伝とかで感動を呼びますから、大学時代に文句はないんですけど、いろんなね、あと早稲田とかね、東大とか、まあね、千葉大医学もそうだったりするけどね、いろいろこの女の人一人をね、酒を飲んでね、みんなベロベロに酔っ払っちゃってこう、乱交パーティーしちゃうのかね、性暴力で回しちゃってるのか、そのね、こうエビジ染めたろう染めの付けか染めたろうか分かんないですけど、回すっつうんですよ。サークルですね、いわゆるね、そうサークルしちゃうっていうようなありますから、本当はあらゆるね、こう日本人がダメなんですけど、あらゆるね、私も含めてダメなんでしょうけど、私も含めてダメだとしてもですよ、青山学院大学の女子大学生でソープランドとかで金が欲しいんでしょ、それで通っていて、今いるのかいないのか分かりませんけど、現役でもいるのかもしれないし、で卒業して何してるか分かんないですよ、日本経済新聞に入社して、渡辺淳一にね、ひとひらの雪でも書かせてるかどうか分かりませんけども、まあそういう人がいるらしいんですよ、いたかもしれないし。だから青山学院大学なんていうね、だってこれですよ、これね、この関係の人ですよ、本当にもう、本当にね、バージンロードはバージンで歩くもんですよ、レッドカーペットじゃないんですよ、本当に奥さんがね、こうハゲちゃってからって、こう、芸人だからってね、クリス・ロックって言いましたっけ、そんな悪口言ってる男の方がよっぽどまずいですよね、なんか、本当に、つかつかね、アカデミー賞なんていう、なんだかわけわかんない、この着飾ったね、ガチガチ震えちゃうようなね、そんな場に出てね、こう特攻で突進してね、こう平手打ちです、グーじゃまずいと思うんですよ、村田亮太とね、ゴロフキンみたいなね、約束持たないですけど、こう相手ちょっとね、こう突進してくるときに逃げちゃえばよかったんですよ、クリス・ロックっていう、まあ私知りませんけどね、その時で初めて顔も覚えてないですけど、だからウィル・スミスっていうのはすごいですよ、本当に男の中の男だと思いますよ、パッシンってね、この野郎ですよね、普通だったら寝取られてるしですよ、普通の男だったら、自分がね、こう、母ちゃんに言われてね、あんたダメね、ちょっとって言ったら、母ちゃんのためにね、別の男用意してね、
こう母ちゃんがあへ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 カンペイちゃんみたいあへあへやってる時にね、こうちょっとこう障子にこう開けてね、こうやってこうにやけてるようなね、そんな寝取られてるしですよ。まあ、埼玉かどっかでね、そんなバカな、家族が信じられないですけどね、バカな、ディレクターとプロデューサーがね、テレビにも出したんじゃないですか、わかんないですけど、今崩壊したんじゃないですか。そんな家こそ崩壊、家族こそ崩壊してほしいと思いますけど、そういう男も女も変態がいるわけですよ。ところがね、なんだか知んないですけど、ね、だから不倫とか、パパ活とか援助交際とか素人売買春とか、アダルトビデオとか、女優とか男優とか、もうあらゆる人が変態なんです。それをやっぱ金のせいにして、変態なんです、だからそういうね、寝取られ亭主とかね、そういう略奪婚とかね、略奪、略奪っつったら有名なのがバキビキブキベキポキポキマキミキミキムキメキモキバキビキブキベキポキマキミキムキメキモキですよね、うん、まあ私もね、これ炎上させてね、視聴数を上げようとしてますから、誰も見てくれないと思いますけど、でも変態の方が変態なんです。だから変態がいるからこそ語れるわけですよ。で、日本人というのは、そういう変態が、略奪婚とかね、不倫とか離婚とかね、とんでもないことしてるような人間が、うじゃうじゃこう嘘ばっかりついて隠れてますから、で表向きはね、いい人間のふりしてますんで、それで少子化になるに決まってますよね、愛があればね、別れるわけないんですよ。愛があれば一人の男性と一人の女性がこう結婚したら別れるわけないんですよ。愛し合ってたら、愛があれば、だから愛がないから離婚しちゃうし、で恋愛結婚なんてしてる、させるにもかかわらず離婚しちゃうんですから、嘘つきですよ。だから嘘つきが多いらしいです、交際相手の人数が多い人間っていうのは、だから男の嘘つきと女の嘘つきの変態同士のこの乱交なんですね、実はね、時間差のね、で開き直ってんのが、まあどこ開き直ってるか分かんないですけど、まあおつぶさんですか、おつぶさんみたいなね、なんか真ん中ばっかりこうでかくなっちゃう人間もいるんですけどね、そいつがね、早稲田大学なんかね、女一人回しちゃうようなね、で女もね、回しちゃって本当に傷ついて自殺しちゃうような人間もいれば、そういう人をね、相模原みたいなね、あんな、なんか無防備すぎますよね。なんかこのね、そんでこうね、なんか痛いのかやはやはやか分かんないですけど、13人も殺されちゃうんですよね。そういうなんかそういうね、高校生くらいでね、本当怒りっていうよりも死刑決まってんのに、もう死刑なんか当たり前なのに死刑反対の人いるんですもん。わけわかりませんね。悪いってだって分かってんですから。冤罪は危ないですよ、これ。やったかやないか分かんないっていう人間を死刑にしちゃったら、それこそ国家犯罪ですけど、もうその、はっきり、暴行、性暴行とかやってしまって、はっきりその本人が分かってて、何の理由もなくその罪もない女の人をこうね、性暴行、性行為で、その後首でも絞め殺しちゃった人間を、死刑に決まってるじゃないですか、これね、そんなの死刑反対なんて人がいるんですから。だから悪い人間がね出てきちゃうから、また再犯しておかしなことになっちゃって、そしたらそれを裁判官も弁護士も、検察は負けちゃったんですから、その死刑にしようとしてもしょうがないんですけど、だから裁判官と弁護士の共謀で再犯して悪さした人間を生み出した弁護士と裁判官は責任を取って、やっぱり無期懲役かつうか終身死刑ですね、そういう法律しなきゃダメですよ、だって今回もそうでしょ。だってこうね、
あのロシアとウクライナこれね茨城新聞に載ってますけど、こうねだって、まあ、あのだってロシウクライナの方はロシアに行かないんですよ。ロシアばっかりウクライナにこう攻めてきて、ウクライナは正当防衛じゃないですか。そんなのに、ロシアにもあのなんか、事情があるなんて言ってる日本人もいますけど、そんな日本人がね危なっかしいですよね。あの全力であれですよ、スポーツにしたって戦いにしたって全力でやんなくちゃ負けちゃうのにね、スパイみたいなもんですよね。だってウクライナの方は正当防衛ですよ。だってウクライナからロシアに行って攻撃反撃しないでウクライナのところにいるわけですよ。だから侵略じゃないですか、どう考えてロシアが。だけどロシアの人たちもこれプーチン政権がこれねオリガルヒとかいう人たちと組んでねやってることであって、これロシア人も迷惑しちゃってるって言うんですから、早く終わってほしいですね、このねこの侵略侵攻って言ってますけどね、戦争ですよね。うん、ウクライナは正当防衛でしょこれ。あのねえ、うん、であと東北新幹線ね、これ大きな地震でしたね。あのやっぱりこのここ茨城県でもねえ震度5くらいになったのかな、あの1ヶ月経つのか。でも、うん、でもね2ヶ月経つって思ってたのが1ヶ月でこう再開するっていうね、うん、東北新幹線ね、うん、大変だ。うん、昨日と今日のあのね、まああの見てるテレビ番組はね、この頃はね、大地安夫さんのね、で増田好美ちゃんね、頑張れ頑張れゲンさん、頑張れ頑張れゲンさん、頑張れゲンさんの増田好美ちゃんがね高校生の時のね非常にいいですね。うん、なかなかね本当に非常に増田好美ちゃんいいですね。うん。うん、その娘やってるね、高校生くらいですね、娘やってるって。で男の子と映画見に行くんだったらね、大地安夫さんのねなんだっけ鬼面八郎がね、一緒についていくって言ってね、それで一緒についていくっていう、それが本当の親です、父親ですよね。えそんな なんかこうで今の父親はね、あの寝取られ男ですから、あれですから、18歳のね成人になった高校3年生がね、船木和夫の高校3年生がね、男と女がね、あとは14歳の母ですか、坂本金八とかね、武田鉄矢、武田鉄矢みたいなね、うん、武田鉄矢ですみたいなね、徳田鉄矢ですみたいなね、武田鉄矢みたいです。あの人もね、三原淳子さんっていうね、政治家を生み出したりね、トシコですみたいなね、ミュージシャン生み出したりね、してますけど、マッチでーすみたいなね、まあなんかね、オーバーレーサーね、うん、オーバーレーサーじゃない、カズレーサーじゃないです。バイセクシャルって何なんですか、バイセクシャルって、SBT じゃなくて、ASBT じゃなくて何ですか、LGBTQ&Q? ベルトクイズ何なんですか、LGBT の B のバイセクシャルってだって。男のバイセクシャルが流通しますよ。で、女の人が一人、こう、愛し合ったとしますよ。それでいいじゃないですか。そしたら異性愛者じゃないですか。なんで、一人の女性と愛し合ってんのに、他の男と他の女とも愛し合いたいんですか、これ。バカじゃないですか、なんて。死別しちゃったりしたら、かわいそうですけどね。ただ、その死別も、ね、誤採尿をしてしまう女とかね。あと、死別に見せかけてね、このね、なんとか狩りとかね、こう、ふりかけにして食わせちゃったりするような女がいるわけですよ。そういう、だから、人間には4種類いて、男と女だけじゃないんですよ。LGBT じゃないんですよ。いい人間と悪い人間と、じゃあ2種類か。でも、いい男といい女。まあ、普通とも言いますけどね、悪人ですね。悪い男と悪い女、こう平気で嘘ついてね、こう、恋愛結婚したのに離婚しちゃうとかね、そんでまあその離婚の仕方がね、ベッ、あ、いやいやごめん、違う、バッキービッキーブッキーベッキーマッキーミッキームッキーミッキーミッキーだよ、ムッキーメッキーモッキーみたいな、
あのね、秋、息、浮き、駅、起き、かっき、きっき、くっき、けっき、こき、さき、ちしき、すき、せき、そき、ばき、びき、ぶき、べき、ぼき、ばき、みき、ぶき、ぶき、まき、まき、むき、むき、もきみみたいに、なんていうんですかね、略奪ですよ、こう、裏でね。だすごく会社と似てるんですよ。ね、この、純粋な人はね、この、そのままこう、辞めちゃってね、こんな会社はふざけんなことバカろうって辞めちゃって、その後、ね、職案ね、ハローワークって言いますけど今ね、で苦労するんですけどね、何ヶ月も経っちゃっても入らなくなっちゃうんですけど、要領なのか分かんないですけど、表向きで会社に忠誠誓ったふりしてこう会社でね、いい会社ですよとか言いながら、裏ではそういう職案とかハローワークとか、あとなんかいろんなね、キムタクとね、増田好美ちゃんですじゃなくて、芦田慎介じゃなくて芦田愛菜ちゃんかがやってるようなのにでね、こういうね冊子でね、何でしたっけ、リクルートでしたっけ、分かんないですけど、このね、の、小柄でしたね、の、あ、違う、そういうところでこうやってこうでこういいよ何ヶ月か経ったら来てねって言ってから、決まってからこう行くわけですね。だから、それと同じなんですね、そのテクニックと同じなんですね、恋愛結婚して、いろいろこう、結婚しない時はね、こうピーチクパーチク言ってね、こうピーチクパーチク言って、あ、騙した騙されたみたいなふりしてね、そうやってこうね、こうで相手側に飽きちゃったなとかね、ダメだな、この出世ダメだなとか思っちゃったら、ね、女も男もね、こう別の男と女がね、こうやって今度新しく組みましょうねとか言ってね、今度うまくちょっと離婚するからとか言ってね、で卒業よとかね、グラデュエーションとかね、ひどいのになるとね、ダスティン・ホフマンがちょっと奥さんぶんどっちゃったりしますからね。だから完治セックスしようみたいなね、優柔不断な完治みたいになっちゃいますからね、痴漢と完治ですよね。だから本当に島耕作でしたっけ、あのスケベ野郎、スケベ野郎でね、スケベ野郎でのし上がっちゃったって全然大嫌いですね。で西郷文って何なんですかあれね。で西郷文の旦那何でしたっけ、名前も知りませんけどね、バカじゃないですか、あいつらね、大嫌いですね、本当にね、本当に気が狂いそうですね、鼻水が出ますよ本当に。まあ、私の方がね弱い立場だから言えるんでしょ、俺の方が強い立場だったらロシアになっちゃいますから。でそういうことでね、まあまあいろいろ昨日と今日のね、なんかね、昨日と今日、茨城新聞からですけど、金曜日だから、金曜日だから、今日か、今日のから見ちゃうんですね、これね、これすごいしね、時をかけるおっさんになっちゃいました、ね、今日、そうですね、そうですね、まあすごくね、ローカルな話題になっちゃいますけど、まあね、まあララガーデンつくばが10月に閉店つんですけど、なんかね、三井不動産がね、土地を貸してたその賃貸契約がね、借地契約が満了しちゃうからだそうですけど、いやー、土地を貸すっつうのはすごいですね。それでね、これ日経人、これはもう茨城新聞ね、クリスティナ山口って言いましたね、それね、だから和尾石黒とかフランシス福山とかセルジオ越後とかね、なんかね、日本人っぽい名字なんでしょうね。だから名字は大事だから、だけどだから併合制しちゃえばいいんですけどね、だって結婚するわけですから、昔の日本人みたいにあなたの色に染まる私みたいな、そういう無垢なね、白無垢を着たような女性の時代があったわけですよ、日本にも。いい時代が、男性も女性も純真な心の時代が、
ところが今はね、裏でこう今に別れるから、一緒になるからねとか言いながら、バキビキブキベキボキボキマキビキムキベキみたいな人たちがいるわけですよ。そうやって会社と同じです。だからやってることがこううまく乗り移るみたいな、乗り換えちゃう人間が、ね、そうかと思えばこんなね、花ちゃんの味噌汁、これ映画ですかドラマですか、広末涼子ですか、キャンドル・ジュンですか、わかんないですけど、そのね、こう花ちゃんってこんな美人だったんですね。驚きました。これね、奥さんがね、これ実物なんですね、お父さん、お父さんと娘ね、これ花ちゃん、ほら花ダンディですね、お父さんも。だけどこれお母さんがね、花ちゃんがね、今大学2年生だそうですけどね、まあ青山学院大学の女子大生とは違うと思います。ソープランドとかデリバリーヘルスとかで金稼いでる女とは違います。どこの学校かは分かんないですけど、花ちゃんの味噌汁の青春編が出て、その花ちゃんの味噌汁っていうのは、だからお母さんがちょっと不治の病になっちゃってね、このこう死を悟ったらお父さんに、味噌汁を飲ませてあげなさいよって言って、自分の味噌汁のテクニックを教えてあげたっていう、これ聞いてるだけで泣いちゃいますよ。これが本当の夫婦であり親子ですよ。これですよ、これ本当にね、奥さんを愛してたからこそこうやって出られるわけです。これ花ちゃん、だからお母さんもね、花ちゃんみたいにね、本当にこう花ちゃん、これ本当にいい娘に育ったじゃないですか、これね、これですよ、これ。だからお父さん、お母さん、息子、娘、まあ、できれば3人以上欲しいですけど、それのこうある家庭とある家庭がこう仲良くそれでなれればいいわけなのに、何が夫婦別姓選択制ですか、バカじゃないですか、これ。夫婦併合制すればいいんですよ。だから、例えばね、フランシス・イーコンメンターコレコンペーポーとかね、外国の人のがよっぽど利口ですよ。これ併合戦すればいいんですよ。併合すればいいんですよ、一緒にすれば。あれでしょ、これ役人がめんどくさいからでしょ、結局。だからねえ、だって名字が大事だったら相手の名字と自分の名字くっつけちゃえばいいんですよ、併合させればいいんですよ、ねえ。だからアッポーペンですよ、これアッポーペン、ペン、パイナップルをアッポーペンにしちゃえばいいんですよ。くっつけちゃえばいいんですよ、ボケ野郎。誰に言ってんだ、バーカ。この、誰に言ってんだって言ったらね。鼻水出てしょうがないですよ、これ。どうするんですか、本当に。怒りをどこにぶつければいいんですか。夫婦、併合制にしなさいよ。って言っても、青山学院大学の女子大生が、ソープランドとか、なんですか、なんですか、乱交パーティーに出たり、デリバリーヘルスで金持ちになっちゃって、青山学院とかね、コロナなのにね、コロナなんでもなんでもね、走ってるところの沿道でね、旗振ってるような人たちになっちゃうわけですよ。こんなこと私が言っても青山学院のね、トップなんて名前も知りませんけど、どうでもいいんですけど、私のことをね、裁判にも訴えませんからね。で、私のことを裁判に訴えたら、あんたの方がよっぽどいい人生を送ってたら、バカ野郎、金持ちのくせにって言いますからね。と、青山学院大学のね、トップ。私がこんなこと言ったってね、見てみる、聞いて聞かないふりしてますから。だから何もなりません。前は青山学院大学にメールで、あんたのとこの女子学生がソープランドとかで働いて風俗場をやっていいんですか、金儲けてって書いても、うんともすんともありませんでしたから、だから何にも起こりません、何にも起こりませんから大丈夫です。怒ったら言いますから、私、青山学院の
トップのくせに、青山学院大学のトップのくせに、まあ、青山学院というのは小学校中学校とかあるのか知らないんですけど、まあ、大学院もあるかどうかもさっぱりわかんないですけど、女子大学生が、風俗嬢アデルトビデオ女優になって金稼いだっていうことだけは掴んでます。ただ他の学校は掴んでないだけで、青山学院大学は掴んでます。で、トップにこれだけ私が攻撃をしても、トップの方が私に裁判とか私を捕まえたりしたら世論がね許さないと思います。私の方がかわいそうなんですから。私の方が青山学院のトップよりも偉かったら戦略的にやりません。弱い者いじめになっちゃいますから。青山学院のトップが私を逮捕したり、裁判かけたりする、いじめですから。だって事実なんですもん。だって青山学院大学の女子学生が風俗嬢やったりアダルトビデオ女優で金稼いだと、本当のことなんですから。これ鼻水出ちゃってしょうがないですよこれ。で、茨城新聞、オンラインで結婚相談って言いますけどちょっと高いです。お見合いとか知人の紹介だと、でお利口さんはね、あの誰もがうお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 う愛するみたいに7人集まって、そのうち2組くらいが結婚してます。でも乱交してるかどうかは分かりません。乱交っていうのはフリーセックスです。で、社長は平均 60.3 歳だそうですけど、昨日も言ったように、3人いて1人が2億円年収がね、1人が200円年収がね、1人が2万円年収がね、さあ2億足す200足す2万割る3は平均になりますけど、いくらでしょうっていう問題です。まあね、まあ、そういうことでね、私はね、お金ないですから、裁判とかでね、私が、あとね、クビになっちゃったりして勤めさせてもらったりね、そしたらね、青山学院大学さんとね、と徹底的に戦いますから。私はね、青山学院大学さんに、あんたんとこの女子大生がソープランド嬢とか風俗嬢とかやって金稼いでていいのかよ、ダメでしょって言ってるだけです。そんな人間が日経新聞とかね、記者とかなってね出世しちゃうから、もうクビになっちゃう人もいますけど、結婚した人が結婚できるためには一人の男性と一人の女性が愛し合うこと、乱交しないこと、卒業しないこと。卒業っていうのは陰で、まあ今にね、うまく嫌がらせして青い稲妻のようにね、あとはマッキーミッキーのね、もう恋なんてしないけどなんて言わないよ絶対とか言いながらっていうような人間たちがね、陰でねうまく渡り歩いてしまうような人間がいるからだよ。一人の男性と一人の女性が出会ったら一生添い遂げなさいよ。死別の場合はしょうがないですけどね、だけどかわいそうですけどね、花ちゃんの味噌汁みたいにかわいそうですけど、でもね、花ちゃん本当に素晴らしかったでしょ、今ねこう 見たでしょ。だけどそしたらね、御祭業って言えば知ってます、なんかこう紀州のドンファンみたいにやられちゃうでしょ、こう金持ちは怖いんですよ、御祭業っつってね、死別の人も御祭業とかね、金目当てでこううまくこうで味噌汁にね違うもの入れちゃうね、具が大きいみたいなね、増田好美ちゃんみたいなね、ブンですよ、うん、鼻水出てしょうがないです本当に。私本当に悲しくて悲しくて悲しくて、さあ私が無事であるかどうか、無事でありますように。私はね